は、まみです。せなです。みなです。メロメロです。本日の企画は、ファッションコーディネート対決。イエーイ。女の子見てる？私3人はですね、結構ファッションの系統が本当にバラバラなんですよね。個性的だ。私はフェミニンな感じを意識して、今日はひなちゃんを私たち2人がコーディネートして、まあ、対決をしちゃおうかなと。ひなちゃんがマネキンなんですね、今日は。そうです、ひなちゃんを着せ替えしたいと思います。着せ替えひなちゃん、かわいいじゃん。先行は私からひなちゃんのコーディネートをね、はい。まあ、普段私はさっきも言ったように、うん、フェミニンっていうのを意識してて、うん、まあ可愛さもあるけど女性らしさのある服装だったりだとか、スウェットにロングスカートでちょっとカジュアル感を出したりとか、そういう服装が結構最近になって好きなので。何、あのやばい、想像、予想より、やばい、なんかやばいっていうか、なんか普通になってないじゃん。え、待って、やばいじゃんこれ。思ったよりなんかやばい感じ。はい、ということでちょっとなんかね、ごちゃごちゃ言ってますけど、なんか面白い感じだった。なんか人に自分の服を着せるのってないから、うんうん、ないね、新鮮な感じなんですけど、まあ着替えは一応済みましたので、はい、ひなちゃんに登場していただきたいと思います。はい、せーの、ひなちゃん、ひなちゃん。なんかさ、なるほどね。私の最近の中でのフリフリを、ひなちゃんってフリフリの服を着ないから、なんか自分が持ってるフリフリを着せたいなと思って、フリフリを着せて、もっとよく見せたかって。ひなちゃんって明るくて元気なイメージがあるから、このオレンジを使いたくって、でなんか首元もフリフリさせて、で靴はなんかカジュアルにスニーカー、コンバースのラメのキラキラのスニーカーにして、足首を出してちょっと抜け感を出そうと思って。え、なんか私これだいぶ恥ずかしいよ。え、なんでなのね、なんでなの、なんでなの、こんなに似合わないことある？何が似合ってるの？え、でもね、髪の毛じゃない、髪の毛じゃない、あ、下ろせないの？今、いや別に下ろしてみよう、一回下ろしてみよう、一回下ろしてみよう、ちょっと。え、このコーデはさ、ありだと思う？別にこのコーデ自体はあり。そう、でもマミちゃんが着たら似合うんだって。でもこれ下ろしたらなんか違くない？ちょっとまだまだちょっと言うと思った。サーモンクリームパスタ好きだから、うん、まあ、だからだけど、そうそう、まあ、カジュアルだけど可愛さもプラスした感じのカジュアルガーリー的なコーディネートにしてみました。ガーリーだね。次は、はい、セラの私ですね、私服に。そう、まあ、普段その私が、まあ、いろんな服を着るっていうのもあったりして、まあ、すごく悩んだんですけど、まあ、最初はさ、もう自分が着るならっていう、もうゴリゴリ自分目線で選ぼうと思ったんだけど、うん、でもやっぱりひなちゃん の着せ替え人形だったから、うん、あのひなちゃんのこともちょっと考えて、ひなちゃんってさ、ほら喋んなかったらお嬢様じゃん、うん、あの喋んなかったらお嬢様みたいな、あのそういうルックスだから、そういう ルックスを意識して似合いそうなシルエットになるように。なんか私の時より結構なんか結構ゴニョゴニョしてるんですけど大丈夫そうですか？どんな感じですか？何ですか？どんな感じですか今？可愛いです。ひなちゃんどんな感じ今？ひなちゃんこんな服で初めて着るからね、ちょっとよくわかんない。なんか誰にか誰の着てもなるんですかね。ちょっと待ってくださいね。帰ってきた？あ、まだですか？あ、ちょっと今なんかやってるようです。大丈夫よ。大丈夫ですか？ちょっとでも新境地だねこれは。本当、うん、
新しい扉開いちゃった。ひなちゃんの準備どうです？ OK です。 OK ですね。それではひなちゃん出てきてください。どうぞ。確かに背中っぽい感じもあるけど、なんか良くない？普通、うん、どう？ひなちゃん自分でしてみて。あの鮮やかですね。とても視界が鮮やかです。これはまあテーマでちょっとあるんだけど、なんか春にしたい、私が目立つ時にしたいゴールなんですけど、ひな、うん、ちゃんはそのお嬢様的なルックスを生かしたいなと思ったので、うん、あのスカートにしようって、うん、ちょっと最初に決めた。あと柄物は、うん、なんかこう全部柄みたいなのなんかあんまり、うん、お花柄とか以外にあんまり見たくない。ああ確かに。その、うん、お人形感、お人形感というのも出したいって。着てみてどうですか感想？ちょっとね、違和感しかない。えだって白いタイツ初めて履いたでしょ、うん、なんかゼブラな感じのちょっとね、うん、初めて。でも帽子もかぶらないし、うん、あーそっか、うん、ひなちゃんが来たら何だろうなっていう気持ち。結果が出たということで。はい、出たそうです。いきますよ。結果オープン。おマミコーディネート 60%、 セナコーディネート 40%。 ということでマミコーディネートの勝ちですね。ありがとうございます。どうでしたかひなちゃんは今日来てみて。ちょっとなんか新しい、うん、何新しい領域に入った気分領域なんかでも新しい自分見つけた、うん、でもあのマミちゃんのやつもセナちゃんのコーデも、うん、いやなんとなくさ、うん、こうなんとなくいけるかなって、あのそんなに似合わないことはなくて、うん、いい感じにいけるかなって思ったんだけど、やっぱりあの自分のコーデは自分が一番似合うんだなっていうことで。そうだね、あそうだね、それは確かに再認識、うんうん、そう。でもなんか今回の企画面白かったので、また人を変えて機会があればやってみたいなと思うので、うん、やりたいその時はまたぜひ皆さんのご協力もいただきたいなと思います。ということで今回はひなちゃんのコーディネート対決でした。楽しんでいただけましたでしょうか？もし何かこんなコーデが見たいとかまたあったらコメントとかもぜひ書いていただけたらなと思います、はい、それではまた次回の動画で会いましょう。